宮城県宮城の高等学校は、宮城県仙台市宮城の北後に丁目にある県立高等学校。JR 仙石線福田町駅から徒歩10分弱の場所にあり、西側、北側には水田が、東側、南側には住宅地が広がっている。宮城の高校は、宮城のここでは一人一人が輝きますというスローガンのもと、 宮城県のパイロットスクールとしての機能を持っている学校で校則がないのが特徴である。したがって制服もない。また、開校当初から生徒のことは生徒自身が話し合って決めていくという生徒自治の体制をとっている。現在の体制が確立されるまでは右与曲折があったが2005年度より話し合いのための定例生徒総会が 毎年9月に実施されるようになっている。また、多彩な選択カリキュラムがあり、生徒一人数とが自分で受ける、授業の大多数を選ぶことができる。特に2、3年時に受ける授業は、自分の進路希望に合わせて、細かく決めることができる。他にも、総合学科、美術科を有しており、宮城県内各地からの入学者を有する学校である。 卒業生のほとんどは4年生大学に進学するが、このうち美術科では、東北芸術工科大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学をはじめとした美術系大学、専門学校への進学が目立つ。宮城の高校は他の学校と違う点がいくつかあり、例えば決められた行事がない、部活、委員会がない、校則がない、クラスの呼び方が特徴的などがある。 部活の代わりには、サークルと呼ばれるものが、また、委員会の代わりには、ボランティアという団体が存在していて、それぞれ所属は任意である。なお、サークルには原則として、対外活動が認められていないが、音楽系サークルの大会出場のみ、例外的に認められているようである。また、公民化、倫理の事業において、 かつて行われていた、テオリアという試みをまとめた書籍が、2007年末に発売されている。やつまき石田正彦し村幸康高橋正わ荒らゆきや東たかはしまさたけ、あらなどとはならない。ありがとうございます。